こんにちは、耳鼻科専門鍼灸師の岳先生です。今日の動画はですね、新たな国民病と言われているコロナ後遺症について解説と、そしてセルフケア、どうやって治していったらいいのか、そしてどういうことに気をつけたらいいのかということをお伝えしていこうかなと思います。コロナ後遺症ってですね、なかなか人に理解してもらえなかったりとか、地方の病院ではこれは気のせいだとか、そういうふうに間違えられてしまって、どうしても辛さを理解してもらえない病気だったりします。主に倦怠感とかね、頭痛とか咳とか痰とか、そういったものが多いんですが、悩んでる方本当に多い、うちにもたくさん来ます。なのでそういった方のためになる動画を今日は一本撮影していきますので、気になってる方、悩んでる方はぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは行きましょう。さあ、それではですね、最近ですね、ヤフーニュースですごいものが飛び込んできました。それは新たな国民病、コロナ後遺症っていうところなんですね。今まで国民病といえばがんとかうつ病、そういったものが国民病というふうに、あとは現代病というふうに言われていたんですが、それに並ぶ勢いで今来ているのがコロナ後遺症っていうものなんですね。で、ある調査によると、2023年12月神奈川県の調査では、コロナに感染した人の約 45% は後遺症に悩んでいる、約半分はコロナになった後何かしらの後遺症に悩まされているというところなんですね。で、この後遺症の中で一番多い症状は何かっていうと、うちに来る患者さんもそうなんですが、圧倒的に倦怠感です。倦怠感、まあ、その他に頭痛とか長引く咳とか、そういったものはありますが、一番多い症状としては倦怠感なんですね。で、この倦怠感もですね、普通の倦怠感ではないんです。何にも抗えないような倦怠感、あとは僕がよく言うのは病的なだるさ、そういったものが結構当てはまるんじゃないかなと思います。なので、普通の運動した後の、あー疲れたっていう倦怠感ではなく、ドーンと重いっていうパターンですね。人によってはやむを得ず職を失ってしまうという方も少なからずいるっていうのが現状です。で、このコロナに関してはお医者さんによっても本当に意見が分かれるのが現状で、普通の風邪だっていう人もいれば、いや普通の風邪じゃないとか、いろんな意見が出ているのが現状ですね。そんな中でコロナ後遺症っていうのは、さっき言ったように倦怠感っていうものが非常に強いので、例えばですね、どこかに治療を受けに行く、行ける人はいいんですけども、どっかに治療を受けに行くっていうことができない人も実は多かったりします。なんでできないかっていうと、外出した翌日とかに揺り戻しが来てしまって、もうそこから1週間寝込んでしまうとか、そういった風になってしまうんですね。なので、ちょっと動いただけでもうその後動けなくなっちゃうというような、本当にひどい倦怠感を持っている方がいます。なので、そういった方にもですね、ご自宅にいながらできる、なるべく動かずに済む、そういったセルフケアですね、実際に僕らが現場で行ってきた中で患者さんから喜んでいただいたセルフケアっていうのを3つ今日はご紹介していきますので、本当に悩んでいる方はこの動画をね、見てぜひ実践してみていただければなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。はい、それではですね、セルフケア、まず1つ目ですが、それはですね、主に倦怠感と睡眠障害に効果があるものなんですが、それは手首を温めるっていうことです。手首を温めるっていうことなんです。やっぱりですね、コロナ後遺症に関して言うと、その倦怠感を取るために睡眠もすごく重要になってきます。なかなか寝れないっていう人もいます。なので、質のいい睡眠をとって、なるべく体を回復させてあげるっていう意味でも、この手首を温めていただくっていうところは非常に重要になってきます。で、これなんでかっていうとですね、手首ってですね、皆さん意外と冷えてることが多いんですね。皆さんね、首とつくところ結構大事ですよというふうに認識あると思うんですが、首はね、マフラー巻いていたりとか、あとは足首はなんか靴下履いてみたりとか、そういったことはあると思うんですが、手首って皆さん意外とノーマークだったりします。実はこの手首っていうのが倦怠感においては非常に重要になってきます。で、多分これ手首を温めるっていうことをやっていただければわかると思うんですが、手首を温めると体がめちゃくちゃ温まるんですよ。で、これ経験あるかなって人はいると思うんですが、お風呂、湯船に浸かるじゃないですか。で、湯船に浸かって手までね、全部入れておくと、実は結構長い時間お風呂に入れなかったりするんですよ。なので、意外と湯船からこう手を出してお風呂に入ってる方って結構多かったりするんですね。なので、手首を温めるってことで全身が非常に温まりやすくなってきます。そうすると免疫力も上がってきて、倦怠感っていうのも解消されていくっていう風な仕組みになっておりますので、手首をですね、アームウォーマーとかが一番いいかな。アームウォーマーを日々も寝る時も日常もつけっぱなししていただく。場合によっては、冷えすぎている場合は加熱をどんどんしていくっていうことですね。
それは濡れタオルを袋に入れてね、電子レンジで1分ぐらいチンしてここに乗っけておくと、それだけでもあふわーっと体がほぐれて、なんとなく体がね良くなっていくのが体感としてわかると思います。なので手首、本当に手首温めて良くなるのと思ってる方がねいると思うんですが、マジでいいので絶対やってください。これが一つ目のセルフケアです。で、二つ目のセルフケアなんですが、首と肩の境目を温めるということです。首と肩の境目を温める。僕一つ目で手首を温めるといいですよって言いました。そして首という名前のつくところ非常に大事ですよって言いましたが、やっぱり首大事なんです。首の中でもこの倦怠感を解消していくために特に大切なのが、実はねこのマフラーをしている部分ではないんです。実はマフラーをしていても出てしまう部分、微妙に出てしまう部分っていうのはあるんです。それはここなんです。ここって実際マフラーつけててもがっつりカバーしてくれるところじゃないじゃないですか。わかりますかね。で、洋服もタートルネックとかではない限り、ここって割と空いてたりしますよね。で、例えばお布団に入ってても横向きになったりした時にはここって出ますよね。例えばスカーフ巻いてたとしてもここって多分出ちゃうんです。もう一つ言うと湯船に浸かります。湯船に浸かる時にここまでずっと浸かっていられるっていうことってなかなかないですよね。つまりそこをいつも皆さん冷やしがちになってしまう。で、そこを温めていただくと体にとってはすごく大きな変化が出やすいんですね。で、特に倦怠感が回復していきます。で、ここどうやって温めるかっていうと、僕はですねいつもやってるのは小豆の力っていうね、小豆が布の袋に入ったドラッグストアとかで売ってるやつがあるんですけど、アマゾンとかで売ってます。それをここにですね巻いておく。これね、僕としては小豆の力の商品でいうと腰用っていうのがあるんです。腰用、肩用もあるんですけど、肩用じゃなくて腰用。腰用っていうのはね、なんかこうベルトみたいになんか巻くような感じになってるんですけど、それをここに巻いて置いとくのが一番効くなと思います。なのでそれが僕の一番おすすめかな。あとは家にあるものができるとしたら、さっき言ったように蒸しタオル、電子レンジでチンしてここに置いておく。それをね何度も何度も繰り返していただくっていうのは非常にいいかなと思います。あと湯船に浸かる方でしたら、ここまで湯船にずっと浸かるのは結構しんどいので、湯船の中にね小さなタオルを入れてタオルを温めて、湯船はここまででいいけども、ここにだけタオルを置いて冷えないように、むしろ温めるようにしていただく。そのようなことをやっていただくと、ここが温まってくることで全身の血流も良くなって倦怠感が見事に減ってきますので、これもぜひやっていただきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。そして最後3つ目のセルフケアですね。それは砂糖を抜いてグルタミンを取るっていうことです。まずですね、倦怠感とか、咳とか、コロナ後遺症全般におけることっていうのは、普段よりも体全体に炎症が起きてしまっているっていうのはまず間違いないですね。で、この炎症を収めていくっていうことが広い意味でいう治療になってくるんです。そうなった時に炎症を悪化させる傾向のあるものってじゃあ何なんだろうっていうふうになった時に、それは一番は精製されたお砂糖なんですね。これはもう精製されたお砂糖っていうのは、摂取することによって体が炎症を起きてしまいますよっていうのはもうデータで出ています。なので甘いものはまず避けていただく。洋菓子とか和菓子とか、あとはチョコレートとかですね、そういったものはまず避けていただく。あと炭酸飲料とかもそうですね、清涼飲料水ですかね、そういったものを避けていただくと、体の炎症をひどくする、悪化させるっていうものはまず多少防げてくるかなというのがありますので、まず砂糖を抜くということです。そして砂糖を抜いた後に同時並行でグルタミンを取るということです。このグルタミンというのはですね、アミノ酸の一種になります。つまり筋肉に必要な栄養素になってくるんですが、このグルタミンというのはすごく面白い効果があって、まず1日 15g 以上摂取することによって免疫力が上がりますよっていうデータが出ております。論文で出ております。なのでグルタミンをね買っていただいた暁にはしっかりとね 15g、 1日 15g 以上を必ず摂取するということで免疫力が上がってくるのと、プラスもともとグルタミンというのは胃潰瘍のお薬だったんですね。つまり体の中の粘膜の修復を促してくれる作用が非常に強いんです。つまりコロナ後遺症っていうのは
鼻とか喉とかそういったところに粘膜の炎症が生じている状態ですので、グルタミンを取ることによって粘膜の補修が促されて治りやすくなる、そんなような理由があります。他にもね、グルタミンを取ることによってとてもいい理由がいくつもあるんですけども、全部言ってるともうね日が暮れちゃうのでちょっと割愛していきます。主にやはり免疫力を上げていくことと粘膜を修復してくれる、そういったところのメリットが非常に大きいので、砂糖を抜いてグルタミンを入れる、そういったことをねやっていただければなと思います。今日はですね、コロナ後遺症、新たな国民病ということで、本当にこれからも、もっともっと苦しんでいる方が出てくるでしょうし、コロナ後遺症っていうふうに自分では気づいてなくても、実は似たような症状で困っているという方がね、たくさんいるんじゃないかなと思ってますので、そういった方に少しでもこの情報が届けばなと思って動画を撮りました。少しでも役に立ったよっていう方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。